上金国康氏、1925年8月28日から2005年10月22日は、青森県東津軽郡、奥内村出身で、高島部屋に所属した大相撲力士である。特異種は、右四つ、外掛け、釣り。最高位は、西前頭五枚目。現役時代の体格は180センチメートル、96キログラム。15歳の時上京し、 東京の元前頭4枚目、八甲さんが率いる高島部屋へ入門。1941年5月場所で初土俵を踏んだ。当初の四行名は長坊山。その後、1948年5月場所で新十両に昇進し、翌年1月場所にて新入幕を果たした。この時の四行名は本名と同一の山口であったが、1950年5月場所より、 神錦に改名。これが功を奏したのか、同年、九月場所で再入幕してからは、約七年にわたって、幕内の地位を維持した。長谷川和夫にの美男力士として知られ、同部屋の横綱、吉羽山の横綱土俵入りでは、梅雨払いを務めたこともある。なお、吉羽山や、輝きのボルトともに、高島吉尾三番ガラスと呼ばれたこともあった。その美男ゆえ、 現役中は独身を貫いたという。右四つから釣りや外掛けで攻める相撲を得意としたが、右膝や右肘などの怪我により、幕内上位には定着できなかった。自己最高位で迎えた1953年5月場所では2勝13敗と惨敗している。1957年11月場所を最後に、幕内から遠ざかり。 東重二22枚目で6勝9敗と負け越した1958年9月場所をもって33歳で廃業。その後は大阪府堺市にて相撲料理の店ちゃんこ神金を営んだ。2005年10月22日、生居。80歳没。中水園により10日目不先輩。11日目から途中9条右肘関節脱球。次により六日目から。 途中休場右膝関節捻座により9日目から途中休場。ありがとうございます。